ボートレース下関の G1 協定を決定戦第11レース特別選抜 A 戦開始です第11レースも安定版を使用いたします対戦メンバー1号艇松井茂2号艇土屋智則3号艇佐々木勘太4号艇沢田直也5号艇中野次郎6号艇辻栄以上6名です1,2,3,4,5,6枠なりさあ人気は1号艇松井茂です 日このイン戦も断然注目の的というところで松井茂1コースそして2コースは2号艇土屋智則地元3号艇佐々木貫太3コース地元でどんな走りを見せるか佐々木そして4コース後方からは4号艇澤田直也 ココーースス号号中野次郎に大外6コース6号艇辻英ですこの後はいよいよ優勝戦控えていますがその1つ前は第11レース特別選抜 A 戦さあスリット付近ですがやや追い風気味が少し向かいも入って読みづらい風となりそうですが1番、2番、3番4番、5番、6番スタートしてきました1号艇松井きっちり互角のスリットを決めております。 さあ人気の1号艇松井がまずは先に回るそして3号艇佐々木のまくり差しが入ってくるか3号艇地元佐々木まくり差し1号艇松井を捉えたそして3番手争いは625最高峰4番スタートは前提正常でした3号艇佐々木のまくり差し1号艇の松井が差してというところも3号艇佐々木です2番手は1号艇松井そして3番手2号艇の土屋が外からを 抑えて僅差の四番手、六号艇辻、二周目後方五番、四番です。三号艇佐々木が捉えて、トップで2周内マーク、二番手一号艇松井、そして三番手は二号艇の土屋で上位三艇は。 3、1、2、あとは内から4番手、6号艇辻が3番手争い2号艇土屋に接近です後方は離れて5番、4番3号艇、佐々木3、4停心リードを取りながらトップで2周2マーク2番手、1号艇松井そして3番手は6号艇の辻に対して2号艇土屋が差して3番手は一騎打ちも2号艇、土屋わずかに優勢の3、1、2最終周回です。 1>, 1号艇、松井に対してまくり出しを入れたこれまた価値ある勝利へ向かうのは3号艇、地元佐々木2番手、1号艇、松井3番手、潜り込んだ6号艇、辻この辺り粘り い走りは見せるんですが2号艇の土屋の方が3番手最後の向こう上面では御嶽心からリードを取りながら3、1、2で最終ターンマークです地元3号艇、佐々木寛太ここは大きなアピールそんな走りになってトップ2番手、松井茂3番手は2号艇の土屋智則の3、1、2第11レース特別選抜栄戦1着3番。 ゴールイン2着1番、ゴールイン3着2番、ゴールインあとは6番、5番4番の順でゴールイン。